ウンベルトデルガード空港は、ポルトガルの首都リスボンにある国際空港、TAP ポルトガル航空及びポルトガリア航空の本拠地である。正式名称は、リスボン空港、ポルテラ空港とも呼ばれる。この空港は1942年10月15日に開業し、第二次大戦中、ドイツとイギリスの航空会社両方に使用されていた。 2007年8月1日にターミナル2が作られた。各ターミナル間は無料のシャトルバスが運行されている。2016年5月15日に、反、サラザール派の将軍であった、ウンベルトデルガードにちなんで、リスボン・ウンベルトデルガード空港に改称した。リスボン市域の北端にあり、市街地と近接しているためアクセスは良好である。反面、南側からのアプローチの場合は、 市街地の直上を通ることになるため、騒音が激しい。ポルテラ空港の到着エリア TAP、ポルトガル航空のエアバス A319 から100、エーグルガズールのエアバス A321 から200、トグ、アンゴラ航空のボーイング777-200、ER 離陸する TAP ポルトガル航空のエアバス A340 から300リスボン市内へは、地下鉄、レッドライン。 アイロバス、路線バスもしくはタクシーの利用となる。ありがとうございます。